国鉄保機8800系貨車は、かつて日本国有鉄道、後に日本貨物鉄道に車席編入されていた35トン席の生石灰専用自由貨車である。生石灰専用発芽車発の35トン席車であり、保機4700系の後継形式として1967年12月25日から1974年6月17日にかけて、 6ロ,ロット31両が、富士重工業、新潟鉄工所、日本車両製造の3社で製造された。私有貨車で本形式の他に、生石灰を専用種別とする形式は、多機11350系、補機4400系、補機4700系、補機7000系の4形式がある。落成時の所有者は、吉沢石灰工業、奥多摩加工、 鉄橋車の三社であった。九百七十五年五月六日に、鉄橋車所有者八両が、東洋相田工業に、九百八十二年五月二十九日に、奥多摩工業所有者一両、東洋相田工業所有者二両の合計三両が、河合石灰工業にそれぞれ名義変更された。九百八十四年十二月七日から九百八十六年八月三十日に、 かけて、河井石灰工業所有者3両、吉沢石灰工業所有者5両、奥多摩工業所有者4両が、古田石灰工業所に、名義変更された。1979年10月に制定された、化成品分類番号では、94が表記された。荷下ろしは、車体の両側下部にある開き戸から行う。作業性改善のために、自動開閉装置を装備しており、 保機8800保機8827は電気式。保機18800保機18802は油圧式である。塗色は黒、寸法関係は、全長は11800 m m 全幅は2734 m m 全高は3471 m m 台車中心間距離は7700 m m 事業席は37.2立方メートル、地上は18.0トン、換算量数は、席車5.5、空車1.2、台車は、補機8800補機8825が、TR41C、補機8826、補機8827、補機18800補機18802が TR41E である。 1984年から廃車が開始され、1987年4月の国鉄分割民営化に際しては17両が JR 貨物に車席編入されたが、1992年3月に最後まで在籍した3両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。